はい、今日は僕のコレクションの中から、このゴジラの HG シリーズレビューをしてみようかなと思います。ゴジラ95、リトルゴジラ、スペースゴジラ、モゲラ、メカゴジラ、ガルダ付きだからスーパーメカゴジラ。あとは2代目キングギドラ、バーサスキングギドラですね。後ろがこう組み立て方とか書いてあります。結構このゴジラのヒレとかね、背びれ、子供にとっては結構難しいね、ちゃんとする。ここにちゃんと入れんだよって書いてあるのがすごい優しさが感じられます。最近のはもうなんか QR コード読み取って、てめえで作れよってなってるんで、スマホを持ってないおじいちゃん、おばあちゃんと、あと子供たちはどうしたらよろしいのでしょうか。カメラは好きですか？アンケート結果。カメラ好きです。アンケートにこの製品のご感想は素晴らしいと思います。で、これ、何もらえんだろう。粗品を送らせていただきます。あー、この粗品欲しい。何教えて。こちらの EX シリーズのパッケージの方は、昔なんかセブンとかかなで売ってたんですよ。確か。で、6種類や、まあ、同じか。200円で、ガチャガチャと同じ値段で売られてて、で、そうですね、中身もこう、ちゃんとゴジラからスペゴジまでちゃんと入ってますっての書いてあって。なんか98年ぐらいかな、確かそうそう、モスラとかがやってた頃あたりに確かコンビニで買った記憶があります。はい、じゃあまずは、こちらゴジラから行ってみましょう。で、まず1作目のゴジラはゴジラ95なので、スペースゴジラのものをモチーフにしております。で、初期が、まずこのテカテカとなっておりまして、 EX シリーズはテカテカしてない感じですね。で、この後ろの背びれとか塗装とかも一個一個なんかすごい細かく仕上がっていて、素晴らしいと思います。テカテカしてるけど全然べったりしないやつです。はい、次に、リトルゴジラです。リトルゴジラも同じく、テカテカしております。なんか油ぎっちょな感じですが、実はそうでもない、触るとそう別にギットギットではないっていう感じですよね。ですね。 EX シリーズは、テカテカしていないっていうのは特徴ですかね。あとは、塗装がちょっとり違うですね。第1シリーズの時はこう牙にちゃんと色白いのにこっちはついてないとかあったりしますね。ここはだいたい一緒なのかな。ここは一緒かね。ってな感じですね。はい、次がキングギドラですね。こちらが初期版で、こちらが、EX 版なんですが、正直、色のトーンの違いぐらいですかね。なんで、ちょっと暗めか、ちょっと明るめかっていう感じ。この作りはすごい凝ってていいですね。すごい。お得、キングギドラゲットした時はすごいお得感があった気がします。なんかやっぱ横に幅が広いとなんかすごいテンション上がりますね、ギドラが出るっていうのは。で、この当時200円ですけれども、かなり、200円でこのクオリティが出せるっていうのはすごいなと思って見てました。で、 EX 版もまあ同じ、形ですが、やっぱりその、これも200円で売られてたんで、すごいお得感はありますね。今のガチャガチャと比べると、やっぱりちょっと安いお値段でこんなにいいものがゲットできるなっていうのは当時結構恵まれてたなと思います。はい、次が、スーパーメカゴジラです。なんだろう、違いは。この節々が黒いか。ケチってるかぐらいですかね。
あと後ろを見てもあそうこのお腹周りと足のくしみがちょっと塗装が入ってるか入ってないかってとこかな結構でガルーダは正直よくわからないです何が違うんだろうちょっとだけこの黒みのトーンが違うのかもしれないですけれどもあちょっと暗こっちが暗いくてこっちがちょっとグレーっぽいでこの節々と同じ色になってるのかなうんだけれども正直あんまりよくわかりませんうんがまあいいんじゃないですかこれ当時のクオリティとしてはかなりあのイケメンに仕上がってると思いますはい次にこちらが、G-Force モゲラですねでこちらが、初期版ですねでこちらが EX 版となっておりますなんだろう、この足のところの塗装があるかないかってとこかなあとあの頭のこのなんかこの何これ額のところがこっちはちゃんとブルーだけれどもこっちは塗装してないっていう感じもうちょっと近寄ろっかよいしょなんで結構ケチってますでもなんかちょっと違うのかな一緒に見えるな。ぐらいかな。すごいかっこいいです。はい、ラストがスペースゴジラさんですね。で、こちらが初期版。初期版はやっぱりテカテカしてます。で、こちらが EX 版。EX 版は、テカテカしてないですね。で、まあ、あとは、違いとしては、この尻尾のところの塗装が、こう、ピンクっていうか、ちゃんとこの、あるんですけれども、こっちの EX 版はないですね。っていうようなところが、だいぶ比較対象できるとこかなと思います。この当時のクオリティはかなりインパクトありましたね。ちょうどこのゴジラ VS スペースゴジラの、映画を見た後に、その映画館でガチャガチャとかやったんですけど、これ。で、なんで、めっちゃテンション上がりましたね。今までそのガチャガチャがなかったんで、このシリーズは。このシリーズでのか。なんか、塩ビとかのあったけど、なんか、チャチかったんですけれども、このここら辺からなんかだいぶ、ガチャとしても、なんだろう、商品化がいっぱいされてきたなっていう印象がありました。かっこいい。はい。ということで、今回から、ちょっと HG シリーズもレビューしてみようかなと思います。で、1回目はこの第1シリーズのゴジラ1か。HG シリーズゴジラ1から、ゴジラ95、リトルゴジラ、モゲラ、スペースゴジラ、スーパーメーカーゴジラ、キングギドラでございました。ついでに EX シリーズも並べときました。はい。以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。